それでは最初の話題です。絵本煙突町のプペルの世界を読み聞かせや演技、タップダンスで表現したショーが今日、板橋区のキャップス成増児童館で行われました。キャップス成増は乳幼児親子が遊び、学び、交流できる場所、地域の人たちが気軽に利用することができる施設です。今日のイベントには地域の親子およそ80人が訪れました。ショーを行ったのは板橋区を中心に活動しているプロのパフォーマンスチーム、ヘキサビート。ヘキサビートのモットーは小さな子どもからお年寄りまで幅広い年齢層が楽しむことができ、みんなが笑顔になる場を作ること。絵本煙突町のプペルはお笑い芸人キングコングの西野明弘さんが描いたもので、ゴミ人間のプペルと人間のルビッチの友情を描いた物語です。読み聞かせとルビッチ役を担当したのはヘキサビートの他にもミュージカル作品などを公演する劇団に所属する稲切舞さん。ゴミ人間のプペルをミュージカル俳優でありタップダンサーでもあるヘキサビートの中心人物、宮下圭一さんが演じました。読み聞かせの途中にヘキサビートが得意とするタップダンスを取り入れるなど楽しいショーを演出していました。こうやって子どもとかお母さんとかだと児童館ですとすごい身近に感じますので、まあ、直に感想が聞けるところが僕たちやりがいがあるし、あと子どもたちが喜んでくるところが嬉しいですね。こういうふうにこうちっちゃい子もそうだし、もうちょっと大きい子たちにも気軽にお芝居を見ていただく機会を多く作って、 できればそういう子たちと一緒に今後お芝居を作ったりとか、そういうふうにつなげていきたいなって思います。すごく近い距離でお芝居や読み聞かせ楽しむことができたようですね。臨場感や迫力感じられたのではないでしょうか。